息を吸うためブイって流れ流れ、やだな、鳥のうんうんちが、うん、あーって斜めになりながらわーはなる、絶対にみんななる、わーだねー。なんかちょっと結構強気だね、あんま怖くはなさそうだけどね、うん、どうえほえほえ1億個言ってみて、1億個確かに、ね、あ泣いてるよ、あ結構言葉がアホンダラとか、ね、強め、朝ごはん食べた、かけた何を食べたら歯をかけるんだろう、息を吸うため、ブイって流れ流れ、やだな、はい、一円時間、鳥のうんちが全部入る、すごい、鳥のうんうんちが、一日10回そんなこと言っちゃう、許せない、言うこと結構なんかきつい、過激になってきました、過激よ、鳥のうんちやだな、突然今日ヨハネのツッコミもなかなか面白いけど、ヨハネちゃん、おっとボッコボコのバッキバキのケチャケチャってプルプルのポコポコにしてあげるビーフルボイスでちょっと聞きたかった、聞きたいね今度聞かせてもらおう、聞かせてもらおうか、デイワンはアンジュとカナコとニアちゃんか、うん、サンフレの衣装だ、そうサンフレいいね、来ましたよ、なんか瀬取りとかさ衣装ってさどういうさあれでさ、うん、あの決まったの、私たちはなんかこう歌をなんか見せるセットリストにしたいなって思って、まあ踊りよりもその歌がちょっとなんだエモかったり、そういうあのセットリストにしようって思ったんだけど、サンフレの衣装もさなんだろうそのエモい感じのしかもゆっくりとした曲とかにもあったりするじゃん。ただあの出だしでいきなりで、一番1曲目が絶対自前出しだったから、あのドレスみたいなね可愛い衣装でペペペペって出てきていきなりがめちゃくちゃ恥ずかしくてみんなもなんかおーってなるよね、そうそうそう、ちょっと雰囲気がさ、Day1だからさあの雰囲気もまだ分かんないじゃん正直、それもあったかもしれないね、 Day1 の本当1日目はもう歓声が本当にすごくて、あーすごいいいね、で私たちそのウォーターブルーニーワールドをね選んでたんだけど、うんうん、みんなで超揃えたの振り付けを、はい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 、でもうタイミングもバッバってやって、うん、イントロのところよしこれでいけるって思って行ったら、うん、ウォータブーこうウォータブーって始まってた瞬間にみんながあっあっってもう熱がすごすぎて踊りながらあっ食らってる食らってる食らっちゃってる声がすごすぎて、そう圧がバーってきて斜めになりながらあんなに揃えたのにもう声援がすごすぎて3人とも間違えてもうぐだぐだいやでもなんかそれもあーじゃないのよまだちょっとね何も言えないんだよな、言えないんだよちょっと待ってて、これは超サプライズでね、もうみんな現地で、そう現地でもう、うん、わーはなる、絶対にみんななる、わーそうだね、でもなんかそれぞれのシリーズの曲とかいっぱい聴いてほしいよね、そうそうそう聴いてきたらよりね、うんうん、あのどちらも楽しめると思うので、皆さんぜひぜひたくさんね楽曲を聴いて遊びに来てください、よろしくお願いします、お願いします。